え、待て待て。あれ何してんの何してんのいやいや、ちょっとそうで何してんの、まあ、時間的には今15時半だけど、うん、遅めのランチですね。時間遅いよとかじゃなくて、うん、どういうこと。まあ、ご飯なのは分かんだけど、うんうんうん、なんで全部おにぎりなの。俺あれ、まずその大前提に米一番食べ物の中で好きなの。うん。で、今おにぎりに見えてる。おにぎりと、まあ、海苔巻き。これフルコースなんや。え？これおにぎりのフルコース、前菜とかってこと。まあ、このシーチキンおにぎり今食べようとしてんだけど、うん、これがあの前菜の。それ前菜なの。前菜っていうかお通しかな。あ、マジで。お通し勝手に出されるのそれ。勝手に出される。あ、そう。これはもうあのキャンセルできない。だできないタイプか。そうそう、コースで入ってる。ああ、で、納豆巻きが、うん、あの前菜。ああ、やっとちょっとサラダっぽいでしょ。さ、納豆巻き、まあ、この中では。そうそうそう、そうだね。で、本日のメインメインおが一応この4つ、ちょっと高いところに。そうだね、それあの駅で見るやつでしょ。そう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 。ゴンベイさん。あ、いや、はい。で、今日はちょっとあのエビの ね、うん、あのエビ天、うん、天むすか、天むすだから、まあ、魚料理みたいなメインのメイン。そう、メイン魚なんです。え、何かある。いや、あるよ、ずっと気になる。好きなのよ、米が。あ、まあまあまあ、いただきます、本当に。全然いいけど。うまいね。うん、シーチキンおにぎりはもうずっと定番でしょ。まあ結局ね。うん、フェニー何好きなの、おにぎりで。おにぎり、うん、焼きたらこ。なんで。いいね。いいね、焼きたらこいいじゃん。いや、良すぎて。うん、焼きたらこでもよかったな、前菜。焼きたらこでもないとこもあんのよ、探さんとね。そう、あの明太子はあるんだけど、うん、明太子は嫌いだから。辛いの苦手だもんな。うん、まあ究極はでも銀シャリが好きなんよ俺。具なし塩むすび。ああ、うん、でも彩りに欠けるなと思って。っ銀って入ってるけどな。色とりどりでしょ。ああ、いや、そういや、黒か白よ、ほぼ。とっちゃいいね、はっきりしたいみたいな。はっきりしたい男。白か黒か茶か。うん、あと銀シャリってなんか寿司のイメージなんだけど。あ、ほっか、銀シャリって言うからするとあれか。うん、うん、寿司か先輩のイメージしかない。先輩が寿司だから。そうだ。あ、やばい。あ、よかったよかった、あったあったあった、な、見つかんないと思った。そんなことない。これ納豆巻きもさ、うん、何が美味しいってさ、うん、美味しいんよ、そもそも納豆巻きって美味しいじゃん。美味しい。このさ、やっぱこぼれないように食べるっていう、うん、これまた美味しさを引き立ててる一つだと思う。海苔巻き結構でも難しいよね。難しいの、しかも納豆巻きが一番難易度高いの。高い。あと、あの粒でかいんだよね。うん、あ、今日はいける日だわ、こぼさずに。うん。一口目がハマった。ああ、ガチって、うわ、うめえ。で、フェニーもよく納豆巻き食べるよね。俺納豆食う、今日食べたし。ほら、うん、でも細いやつよ、細巻き。で、こう常に下を向けてるっていう、やっぱ、うん、落ちないようにね、ケツから。いつでもその状況を把握するという、落ちないために。ここの関節視野もあるし、ここの関節視野もある。あ、そういう食べ方で納豆巻きは食べてください。ちょっとね、確認しながら。状況で本当イニエスタよ、イニエスタ、うん、イニエスタ。やってることイニエスタ。イニエスタの動きを見て真似してください、ね、おにぎりや、納豆巻きを食べるときは、うん、早いな、3口。うん、ここまで来たらもう決定よし、ほら、もう、あ、もう見なくても落ちないという状況を作りました。うん、あとはもう試合を、締めるだけ。あ、ゴールっていうのかと思ったら、試合を、試合が終わっちゃう。このまま終わらせたけど、ああ、クローザーよ、クローザー。上原。上原。ああ、球界に出てくる。いただきます。最高。まだいけんの。うん、ゴンベだって大きいよ。ん、
でもそのこのフィルターがさ、うん、大きく見せてるから。フィルター、うん、ほら、あそのケースも開けたらちっちゃい。いや結構大きいのよ。倍 1.5 倍ぐらいなんだよな全部。2個分ない？2個、まあ2個分ぐらいよね。でもほら肉味噌、こっからお箸を使ってね、ああ食べるって。まずこれは、うん、弁当でいいじゃん。味噌麹弁当。ああ弁当って言っちゃったよ。弁当じゃないよね。弁当じゃないよ。弁当って言わないようにしようって勝負しようとしたのに、ああ弁当って言っちゃったよ。弁当がいいじゃん。誘導されたの。数あるし。でこれはさ何がいいって、こっちのをおかずにしてこれを食べれるわけよ。そっちは何？これはサバ味噌。ああ魚。そう。ほら。断面見てもねあんま、うん、まあわからんな。あうまいね。よくできてる。うまいね。さっぱり。うまいね。すごいね。長州。すごいねお前たち。何食べてんのこれ。うんっつってね。うまいわ。大丈夫かなこの動画。長くなりそうよ。うん。もう6分過ぎてる。もう6分？うん。いや初めにちょっと締め紹介しちゃおうかしら。あ締め？一応締めがあるのよさ。うん。スープとか。え？また？カップ麺とかじゃないの？あ、でも発想はいい。発想はいい。お茶漬け出てきた。え、ほら。え、絆創膏みたいに入れてるじゃん。そうそう、俺の取ってるから絆創膏だから。絆創膏なんですね。いつでも。これ便利はちっちゃいし、しかもうめえんよ。あ、うまいうまい。で、これに対してすごい言いたいんだけど、うん、俺はこれをふりかけとして使うときもある。あ、バリバリのままいくってこと？バリバリのままいく。これね、うまいよ。みんなも試してみて。うん。もうシャキシャキも、シャキシャキしてんじゃねえかなと思う。水でいったりとかはあるけど、うん、だちょっとだけそのさ、そのまま、うん、こうやってかけるじゃん、うん、まず音が違うからしょっぱくないそのまま。いやだからちょっとずつかけんなよ、うん、で あとはスープにして飲んだりとか、うん、音聞こえた？聞こえる。ザクザクいってる。めちゃめちゃ進む食が、うん、フニうん、器借りていい？うん、作っちゃおうかな、先から。だからか、なんかケトル沸いてんなと思った。そう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 、落ちちゃった。ちょっと後で拾いますけど、うん、これをね、うん、焼き鮭、うん、やっぱ鮭なんよ。うんうん、ベタなので、梅もあり。なるほどね。なかなかみんな手に取らないでしょ、うん、ほら、うわ、いいね。で、これ、お湯を入れる前に、うん、そうだね、海苔を、そう、海苔をちょっと細かくしていくっていうのもそうだけど、うん、あと鮭をほどけやすくしとくというか。ほどけやすく？鮭は別に絡まないよ。鮭をこのお茶漬けにほどけやすくほどけやすくで、ここにかけますね。あ、まあ、ちょっと量多いか、量い分はここにちょっと、うん、花ちゃんのズボラ飯であったね。え、あった？コンビニのおにぎりに、うん、そう、お茶かけてみたいな。いや、ズボラすぎるってそれは。お茶漬けのもでもあれ多分薄いと思うんだよな。そう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 、だからこれよ。うん、いかせていただきます、すいません。うーわ、ちゃんとね、お茶漬けを。あ、もううまいわ。ほら、まあまあまあ、これはでしょ、うまいわ。スープ、まあ本来はね、うん、食後のそのスープみたいな感じで食べたかったけど、今日はちょっと時間がないんで、うん、めちゃくちゃ米入ってるけど。うわ、うまい。おこれが一番うまいってなる。結局、結局確かに天むす空いてないもんね。うん、めちゃめちゃうまかった、本当に。うん、最高よ。いやいや、お腹いっぱいになってんじゃん。やっぱゆっくり食べるとお腹いっぱいになる。お腹いっぱいになるよ。もう無理だな。これは食えるでしょ、でも。これは食える。うまいねー。